あんなのあれが全部残ってるんですから最後の、えー、ニクラスとの戦い、えー、1980年ですねバルタスローラオキ青サオさんが2位になったあの試合なんですが青木さんがパットを打つまあニクラスが先にもう優勝決まった感じになってしまって青木さんのパットが残ってるところにニクラスが静止するこのまさにスポーツマンシップの。 鏡のような状況があるんですがその映像を皆さん探していただければ出てくると思いますバルタスロール1980年青木勲と入れたら多分検索すれば映像いっぱい出てくると思いますのでぜひその映像も見てください昔はですからローピングなんかなかったんですよ人間が作るギャラリーが作るラインがタッチラインと言われてねローピングになってまさにスポーツの原点だった 今でもね本当はそうやって見てもらいたいんですけど最近はねローピングが激しくてコースのそばまで立ち寄ることはグリーンのそばでどこにカップがあるのかもわかんないなんてことあるでしょつまんないですよねあの時代はよかった。ということでその2年後ジャック・ニクラスが帝王と言われました新帝王と言われた1982年の全米オープンといえばそうですあの方ですご覧ください。